本当にあったことなのか、もしくはなんかまた別のなんか概念的に見せられたものなのかとかっていうさ、ところもちょっとどうなんだろうなって少し思ってて、いろいろじゃあどうしてこうなったのっていうのがいろいろあってさ、荻野、うん、経済省だっけ、あーそうそう、あの今の総理大臣になってる人いる、総理大臣になった人ね、あいつめっちゃ釘であの襲われたけど、うん、あれニュースになってってないのかなとか、やばくねとか、磯部やんどこ行ったのとか、うんうん、あとはそもそもあの磯部やんのことを2人が覚えてないのはなんでとか、あれもだからさ覚えてないのか、うん、名義をしてないくてさ、あそうか、知らないとは言ってないな、知らないとは言ってなくて、ただ拾ってリアクションがもうしてないんだよね、なんかだから絶妙にそこは隠されてるのはうまいんだけど、うん、覚えてないのか気づいた上でしれっとしてるのかっていう、うん、なんかね、そこなんだよね、門出もダメだよそんなの拾ってきちゃって汚染されてるかもしれないんだよ、うん、だから一目でさそれが宇宙人のものっていう風に気づいてるような気もするんだよね、あんま驚いてない感じもするから、ね、何も知らなかったら何これくらいで済むだろうまあなさそうっていう感じかな、うん、今見る限りはそもそもなんだけど、門出は過去編で飛び降りるじゃんさ、はい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 、どうなったかが言われないわけでね、あそこで止まって、うん、そこで戻るからね、はい、どう思いますというか、もう死んでる説はある、死んでる説か、あとはあの磯部屋が竹子2人助けに来たか、あその説ね、でなんか個人的には僕が考えたのは2つあって、はい、そもそも門出はもう死んでいて、あの時点で、うん、今の門出が磯部屋説、死体を使う描写が出てきてるから、好きだったバンドのメンバーがさ、ほら、え生きてんのってなるけど、まあ実は中身は宇宙人だ、あの雪だるまとか作ってくれタキコプター、あああのアイドルと同じ顔してたっけ、同じだと思う、ほくろがあった、あ全然気づかなかったわ、あのアイドル全然興味ないから気づかなかった、うん、でもつまりは、うん、あれを使ってるってことは死体を宇宙人たちは利用できるというかっていうのがもう明確に見せられてるから、つまりは、門出が死んでたとしても磯部屋はあん中に入れるわけ、はいはいはい、つまりはあれを見せてる理由としては門出はもう死んでて中身が磯部屋になってるっていうパターンなのかなっていう、だからそうするとさっき君が言ってた磯部屋どこ行ったんだ問題も解決するという、実はずっと隣にいるっていう、怖っ、まずその説はあるのかなっていうのが一つと、そもそも温暖がちょっと謎じゃない、あの急に過去回数入るときもちょっとなんか演出がバー入ってさ、うん、であの記憶があの本当かどうかっていうところも論点になるけど、温暖の中ではあの門出が飛び降りたところで止まるじゃん、うん、で戻ってくるじゃん現代で、あれなんかすごい思うのはその解きかけっぽかったんだよねあの演出が、はいはい、だからそもそも門出は殺しまくってしまった無実な人とかを、うん、で門出自身ももう病んじゃってたからちょっと理由は分からないしどういうあれなのか分かんないけど、もしもボックス的なのがあったらオンタンがちょっとリセットしたとか世界を作り変えたのかなとか、うん、絶対は僕だとかなんとかって言ってるけど、うん、この世界自体を作ったのがオンタン説っていうのもあるのかなと思って、絶対だったのは当時は門出だったんだよな、うん、そう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 、門出が私がオンタンの絶対だから私は絶対、うん、言ってたから、だからオンタンは多分少なくとも門出に憧れてた節はあると思う、そのあたりで自分にはできないことをやってるっていう、うんうん、まあ、今の温暖がむしろ門出っぽいというか、うん、でなんか今の門出は温暖が作った理想の門出っぽい、うん、じゃあ門出っぽいから、でやっぱそう考えるとなんか自分で作り変えちゃったのかな全部をっていうのも一個あるなって、うん、彼女中心世界的な要素が強いなと思ったのに、うんうん、だからあとは一個ね、もう一個気になってるのはさ、うん、あのイケメンがさ温暖のことをさ、あの子は多分シフターって言う、あーシフターって言ってた、シフターってなんだっていうのが、はい、シフトするってことだからね、うん、世界を移動したとかそういうさっきの世界作り変えとちょっと似てくるけど、あ自分の理想の世界に、まあ、パラレルワールドとかマルチバース的な感じで、はい、もう一個隣の世界に来てしまう、そういうパターンもあるのかな、なるほど、門出がこうなってない世界とかね、うん、自分がもっと理想的な自分である世界とかって、まあそのエブエブっぽいけどマルチバースものになっちゃったらちょっとありきたりなんだけど、トレンド終わったぐらいですから、ね、あとはねそのシフトってその入れ替えとかっていう意味もあるからさ、うん、その中身が入れ替わってるとか、だからあの子はシフターって言ってるってことは、うん、そう考えると温暖の中身がって話なのかなとか、でもあの子はっていうのは誰ともまだ言ってないから、そもそもさっきの
僕の説が正しいのは門出の中身がっていう話かもね。あ、記憶の中を見てその中の門出を指してあの子って言ってるかもってこと、ね、可能性もあるっていう、うん、だからさっきのどっちの説もいけるかなっていうのはあるけどね。なるほどね。どっちでもちょっと嫌だな。まあこの人ほらうつ系が多いって言ってたからさ、はい、結局はなんか綺麗にはもやっとしたところには一回行くとは思うんだけど、ね、うん、ハッピーエンドは待ってなさそうな。アニメ漫画的に考えてギリギリ間に合って門出をオンタンは助けられて、でも代わりにオンタンが落ちちゃったっていう。あ、どっちかはでも結局っていう、うん、どっちかはあの死んでしまってるんじゃないかな。イソベアンが助けに来ない限りは。そうだね、うん、どっちも幸せってパターンはなさそうな気はする。でもどっちも幸せになる方法は1個あって、はい、オンタンのお兄ちゃん下で受け止めるそういうのがあれば門出があのお兄ちゃんと結婚する、将来結婚するって言ってたよなっていう説明も筋が通る。助けられたから惚れちゃった。俺はそうあってほしい。原作者からして一番なさそうなところですけどあとこの死んじゃった話からもうつながって言っちゃうと、キホについてなんだけど、国原キホさん、はい、途中でね亡くなっちゃうんですけど、うん、でまああそこのシーンはちょっとねあの涙ちょちょ切れる部分がありましたよね、はい、キホもやっぱ再登場濃厚なんだろうなって思ったの。あ、結局は中身パターンなのかなっていう、はい、だからどっかで再登場して、はい、地方のパターンは後半ありそうかなっていうのはあった、うん、じゃないとやっぱあれがあのまま出てきただけで終わるとは思えないから、あれは絶対に後半につながる要素の一個にはなってるから、うん、だから死者が蘇ってっていうパターンはあるよ。まあ蘇ったわけじゃないけどね、まあ、入れ替わってっていうパターンだな。あとあれかね、死体がないとダメかな。あ、でだからそこがさ、死体がないっていうか本当に死んだのかな説もあるんだよね、地味にね。あ、キホが。だってまだ何も描写がないからさ、うん、亡くなりましたってニュースだけがあって悲しむだけだから、本当に死んだのかなもあるし、まあ死んだとしてても死体は絶対宇宙人が回収したのかなと、うん、アメリカが回収した説もいろいろあるけど、そこら辺もね、まだキホも謎が多いというか、なんかこうキホをあんだけ掘り下げた意味っていうのもまだ分かんないよね、うん、死んじゃうところの感情を持ってくためにあんだけ深掘りしたっていうのはもちろん分かるけど、ただなんであの2人と同等ぐらい掘り下げてんだろうがあるじゃん、やっぱあの3人の中でさ、うん、キホだけ。そこが絶対基本も何かあるだろうなっていうのはね、後半にあのままで終わるとは思えないんだよね。最後に別れる時に私たちは大丈夫だよねっていうのも何か含みがありそうだしね。まだだって回収されてないからね、あそこだってね、結局は何でもないよ、うん、だから何かを知ってる、何かもうあるとかが絶対絡まってくるんだろうねっていう感じですね。あとさ、根本的な話していい、はい、これさ、そもそもなんだけど宇宙人なのかなっていうのも疑問だよね、まだ、まあね、あそこ明言されてないじゃん、うん、UFO が来てUAP がどうちゃらこちゃらでって、宇宙人って言葉一回も使ってないじゃない、うん、未確認生命体なところなんだ。本当にドラえもんオマージュならこれ未来から来た説とかあるのかな。うーん、あのちっちゃい子たちは未来の地球人説、はいはい、実はあれはタイムマシンだよっていうパターン、侵略者としか言ってないから、そうそうそう、だから例えばまあ王道だけど、その未来の地球がダメになっちゃって過去に強制しようとしに来たらめちゃくちゃ降臨されてみたいなパターンはありえるし、あ、でもあれだな、ないな、その説は。だってもうこんな数年でみたいなこと言ってたから、うん、そしたら未来の地球人はおかしい話になるもんな、うん、まあ残ってないっていう説もあるはあるけど、ああ、もうマヤ文明的に全部がなくなっちゃってて、うん、そうそう、あ、まあ本当に未来だったらね、記憶があるない問題と似てて、うん、これもうまいこと隠されてるよ、ね、宇宙人とは言ってないけど宇宙人かなみたいな、うん、ぐらいでとどまってるから、なんかギリギリまだシフトチェンジできるところでとどめてるのはうまいところですよ。イソベアン自体も自分で言ってたのは、君たちを侵略しに来たとも言えるし、幸せにしに来たとも言えるし、うん、っていうのがね、うん、君らの存在自体を全て強制してしまって未来のために変えるから、それは侵略とも言えるし幸せにするためとも言えるしっていう考え方もあるから、その子としてのじゃないみたいなところを言った時にすげえ人類補完計画みたいなことをしようとしてんのかなとかも思ったりはした。あ、さあ先生ちょっと似てない？あ、まあちょっと似てる、ね、眼鏡かけてちょっとボサッと、だからあのいないお父さん像を追いかけてるっていう節もあるのかなって思ってましたよね、若干。だから好きなの、ね、結構お父さんが好きな時代にお父さんいなくなっちゃってるからね、それも描写としてあったからすごい重ねてんのかな、うん、顔もあかもしれないね。しっかり卒業後に LINE 交換してるしな、先生と。最後に秋葉原にさ、買い物しに行きますよっていう時に先生に LINE してるじゃん、うんうん、今から秋葉原行きますよ、ついでにデートしちゃったりしますって送って先生から返答が、ファーわら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 、あんなの使わねえよ痛いじゃんでも、うん、先生のあのちょっとワンチャン狙ってる感はちょっときつかったな。あの先生の彼女でさ、はい、多分 SES 社の広報の女の子だろうね。え、
あ、そうか、そうじゃない、あ、そうだ、だからほら高校の女の子がさ、なんか最後の方布団で寝てるシーンあったじゃん、はいはい、あれ先生の部屋じゃん、え、まあ、全然気づかなかった、靴が同じような色っていうぐらいはちょっと思ってました、うん、あとほら先生が外でなんか電話をさしてさ、キホちゃんの訃報を聞いた後に、はいはい、あの SES 社の女の子のシーンが入って、はいはい、部屋に男の人入ってくる、あ、タイミング的にそうなのかなって、先生許さないんだよ許すまじ、だから結末が最初に来たみたいな、そこは結構ゆっくりめだよなと、あーね、シンゴジラっぽさ、おっぱい出せーのところさ、うん、すごい大学のように思い出した逆にさ、この時さ栗原希穂さんでこの顔が出んのにさ、うん、本編顔出ないから誰だっけって一瞬になって、あーね、あの一瞬分かってない人いそうだよね、相方が出てこないからさ、うん、二つ芝居がどっちって米軍むちゃくちゃだろうっつって